ホラシノブは、山野に普通に見られるシダ植物の一つで、細かく裂けた葉先が丸いのが特徴である。ホラシノブマクソンは、シダ植物門、本宮シダ科ホラシノブ族の常緑性多年層である。様々な場所に見られ、形態には変化も多いが、細かく分かれた枝に丸っこい葉がつくのが、なかなか美しい。根茎は短く匍匐し、褐色の輪辺がついている。葉は、 比較的集まってつく。葉は大きいものでは6 0トルになるが、1 0トル、そこそこでも、胞子をつけている例もある。葉の長さの半分足らずが傭兵になっている。傭兵は緑で、皮部は褐色を帯び、まばらに鱗片がある。葉はやや厚みがあって、角質。表面は滑らかで艶は、あまりない。黄緑っぽい色が普通で、赤みを帯びることもあり。 特に冬には紅葉するのも見られる。洋神は、外形としてはやや楕円型を帯びた飛神型で、3から4回右上複葉をする。根元側から1から2体の右辺は、やや短く、その次あたりが一番長くなっている。列辺は、基本的には丸みを帯びた三角だが、やや右上に裂けるのも見られる。放射能群は、列辺の先端側の円に沿って横長になっており、 先端側に口が開いている。葉の裏面山野に普通で、林園のやや湿った傾斜地合和の上、山間部では人家の石垣などにも見かける。かなり日向の乾燥した場所でも見かけることがある。それによって形態の変化も多く、乾燥した場所ではごく小型のままで生育しているのを見る。名前は、ラシ忍ブの意味で、忍ブに似ていて、ホラに生えるという意味であるらしい。 ホラが洞窟のことだとすれば、あまりにつかわしいとは思えない。日本では、本州の東北南部以南、四国、九州、琉球諸島、小笠原諸島に広く分布し、国外では、西は、アフリカから、東は、ポリネシアにわたって、熱帯域まで広い分布を持つ。ホラ氏の部族には、世界の熱帯から熱帯二重数種があるとされている。日本では、 本種が最も普通であるが、以下のような種も知られる。他に、小葉のヒノキシダなど葉の細かく裂けるシダは似て見える。特に比較的道端で、同じように見かけるものに立ち忍ぶがあるが、これは、列片が細いので区別できる。ありがとうございます。